高橋宏と圧倒的な存在になっていたい。大学を経由してプロ入りする同級生、同学年の選手が追いつけないくらい圧倒的な存在になっていたい。2桁勝利も通過点、9日に22歳を迎えた若武者はまだまだ大きくなる。まあ実際下手な大卒よりははるかに稼いでるし、結果的には良かったんでないの。圧倒的、防御率 0.68、 先発15、 QS14、 勝率909、基本塁打0。下手などころか最上位でも新卒で6000万稼ぐやつはごくごく一部やろ。もう大卒上回ってんだから見下せるじゃん。ヒロト世代の野球選手他に誰がおるん？このままなら年俸6300万、記念1億5000万くらいいくかな。同期松木平の初勝利にベンチまでやってきてめっちゃ喜んでいた姿を見ると良いやつなんだろうと思う。1年だけすごい成績の人もいるから大事なのは来年や。サッカーだとこのレベルの選手が速攻で海外に刈り取られるんだろ。そりゃファンが熱感は。言うて大学野球部なんて軍隊やん。佐々木朗希なんてもうとっくに超えてるような、全然レベル違うやろ。もうドラフトの評価なんであんなに低かったのだろうか。プロ入って伸びたとかじゃなくて高校時代から圧倒的だったのに。慶応卒の主な投手、中日福谷、元織山本庄、楽天鶴崎どう転んでも4年でゴミにされてた。大卒だけど年収350万のワイナミダメ、高卒でプロ入ればよかった。慶応行けなかったコンプレックスが良い方向に。ご視聴ありがとうございました。